東蒔は中国三国時代の暮の武将、政治家、青州北海国劇権の人。改名前の名は東晦家と言い,い、秘晦家と名が一緒であったため、お互いに改名した。娘は東方蘭、同族に東だね。太平元年、東だねが孫と相争い戦って死去し、彼の三族も処刑された時、東蒔は東だねの登園だったので、辺境の軍へ。 強制移住させられた。呂安が即位して孫一味を中殺すると、大社を行ったおかげで、東蒔は都へ戻ることができ、五冠中郎に任せられた。また孫弘士はカラスほど公に封税られた後、東蒔の娘の東方乱をめとって、人した。元合元年7月、孫安が亡くなり孫弘氏が即位すると、東方蘭が皇后に建てられ、東蒔は高密公に封税られた上で、 守る将軍、六将所持の官を授かった。官路二年、帝忠氏が、精神より帰還すると、孫博氏は軍心を集めて、盛大な宴会を催したが、王茂が酔ったふりをしているとして起こり、側近に王茂の処刑を命じた。東巻と留平が取りなしたが聞き入れられず、結局、王茂は処刑された。同年十二月、孫博氏が東武将から伊て行へ戻すと、 東蒔は命を受け、武将に泊まり、旧都の守りに当たった。阿孫たちは、孫広士の暴虐が極まると、東蒔が外籍であったことから、幾度も東蒔を押し立てて、孫広士に、いめの意見を厳重させた。しかしその頃、すでに、孫広士の投稿後に対する長愛が冷めかかっていた、ため、孫博はますます機嫌を悪くした。それが積み重なったため、ついに、 東牧は宮廷を追われて、相互軍に強制移住させられた。借位こそ奪われなかったものの、島流しに近い状態であったため、東牧は相互軍に移住する途中で、憂いのあまり死去してしまった。ありがとうございます。